ジャスキサバリレラのおいちゃんです。こんにちは。今日は女性ピアニストをご紹介したいと思います。今日のそのピアニストはこちらになります。はい、ユタ・ヒップという人です。この名前からして、ちょっと変わった名前ですけれども、ドイツ人ですね。それでライブアルバムになります。ここにですね、そのライブスポットの名前が書いてあります。アッツ・ザ・ヒッコリーハウスと書いてあります。そして、ボリューム1とありますので、ボリューム2があります。このボリューム2を以前私のチャンネルで紹介しました。こちらですね。全くこのデザインは一緒なんですが、カラーが違います。こういう風ですね。はい、このボリューム2から、前回はですね、紹介した曲は I Married an Angel という私の好きな曲なんですが、紹介しました。そのボリューム1を今日ご紹介いたします。ユタ・ヒップという人は、先ほども申し上げましたようにドイツ人で、この録音は1956年の4月5日ヒッコリハウスでのライブ音源です。その前年にドイツからニューヨークにやってきて、まあ、いろんなお膳立てをする、もちろん人がいたわけですけれども、このアルバムでイントロからですね、アナウンスがあります。紹介があります。ユタ・ヒップ、その紹介している人がレナード・フェザーという評論家ですね。有名ですけれども、レナード・フェザーも、非常に関わったかと思います。ユタ・ヒップ、ドイツ人のピアニストなんですけれども、ドイツではもうすでに中心的なピアニストであったわけですね。共演者は例えばドイツ、この頃でいくとハンス・コーラーとかですね、アルバート・マンゲル・フドルフとかですね、あとヨキ・フロインとかですね、そういった、ドイツ人の1950年代、60年代の代表するプレイヤーと共演してたわけですね。そして1955年に来て、このアルバムは1956年、翌年4月5日でのライブです。すごくいいレコードです。そして、ここにもありますように、ブルーノート1515番、ボリューム2は1516番。ブルーノート1500番台で唯一の女性プレイヤーですね。まあ、いろいろその事情はあったと思いますね。ブルーノートの作ったアルフレッド・ライオンはドイツ人です。フランシス・フルルフもドイツ人です。まあ、そういったこともあったかと思いますけども、この当時の女性ピアニスト、他にどういった人がいるかというと、例えば先輩格で、マリアン・マクパートランドという人がいますね。彼女もこのヒッコリーハウスのライブ音源があります。あとロレン・ゲラーとかですね、バーバラ・キャロルとか、優れた女性ピアニストがいました。日本に目を向けている見ると、秋吉敏子さんも、もうバップピアノを弾く、1950年代から、非常に絶賛されたピアニストですよね。というふうに、この女性ピアニストのこの非常にバップフィーリングがあるピアノ、私大好きなんですね。はい。それで、このヒッコリーハウスのライブなんですが、雰囲気がですね、
そのテーブルの雰囲気ですね、食器とか、あと話し声とか拍手とか、すごくビビッドにですね、この録音に、反映されてるんですね、聞こえてくるんですね。それはやはり録音しているのがルディ・ヴァンゲルダーであるということもあります。とにかく、非常に音がいいです。曲の紹介しましょうか。曲はですね、もうどれも、いいんです。A 面と B 面で少しちょっと趣が変わりますかね。A 面がどちらかというと、もうそのジャズミュージシャンが作ったもうスタンダードになってしまっているもう曲をですね、やってるんですね。例えばパーカーのビリーズ・バウムスとか、タッド・ダメロンのレディバードとかですね、あと、ディア・オールド・ストックホルム、それから I Remember April やってるんですね。で、 B 面はですね、ちょっとこの、なんていうんですかね、非常にこのテンポのいい、そういった曲をやってるんですね。例えば Jeepers Creepers とか Ain't Miss Haven とかですね、やってるんですね。そして今日お届けする曲はですね、 B 面の最後の曲、5曲目 The Moon Was Yellow という、この曲を聴いた時にですね、このレコードでこれが私にとってはベストだなと思いました。もう初めて聴いた曲なんですね。 The Moon Was Yellow、 それで私調べました。この The Moon Was Yellow というのはですね、フレッド・アラートという人が作ったんですが、1934年に作られた、そして1934年を代表するソングでもあったわけですね。録音も1934年の、代表する録音であったということが書かれてありました。1934年に演奏したのはドーシーブラザーズですね。トミー・ドーシー、ジミー・ドーシーの兄弟のドーシーブラザーズです。そこでボーカルとして歌っているのがビン・クロスビーですね。ビン・クロスビーのムーンはディエロという片面がですね、 SP 版があります。ビン・クロスビーが最初に歌ったわけですよね。それで他にプレイヤーとか調べたんですけれども、なかなかこの曲をやっている人はいないんですね。調べたところでいくと、パーカーのピアニストでもあったアル・ヘイグ、アル・ヘイグがアル・ヘイグトリオというピリオドというレコードレベルの中で、弾いている。それもザ・ムーン・ワズ・イエローがそこにありました。他に本当にないんですね。もう今の人やっているかもしれませんけれども、非常にこのエクゾチックなですね、イントロから非常になんか、非常になんか趣のある、どこの国にいるのかなというふうにですね、そんな曲です。ユタヒップ、どこでこの曲をですね、聴いたんでしょうか。ドイツにいる時でしょうか。はい、どの人もこれを聞いたんでしょうかね。はい、ではビタヒップボリューム1、ザ・ヒッコリーハウスボリューム1から、ザ・ムーン・ワーズ・イエローをお届けしたいと思います。トリオでベースはピーター・インド、ピーター・インドといえばデニー・トリスターの派のピアニスト、イギリス人です。ドラムがエド・シグペン、エド・シグペンはバグ・パウエルとかですね、他にもギルメレとか一緒にやってます。オスカー・ピーターソンともやってます。はい、ベースの音も聞こえてきます。非常にドラムもこのブラストですね、非常にいい、このタイミングのいいサポートがあります。ではお聴きください。ジャザイよ。
Thank you.